クレちゃんスワットです。今日ですね、こちら6エリクサーだけでデッキやっていきたいと思います。ということでね、6エリだけのユニットでデッキ組んでみました。で、一応このデッカード以外にあと1枚ね、なんだってクロスか、そうクロスがまあ6コストであったんですけども、まあクロスどっからどう考えても邪魔やろっていうので、まあ今日この8枚でねやっていきたいと思います。で、1コストとかがもう入ってないので、もうとりあえず大変よろしく。なんかカード回しに1枚適当にポッて咲いたら、あーもうこういうのもねもう無理ってなるので、なんかまあ僕はもうユニット貯めまくってねやっていくか。いや本当にどうしようかな。なんかもうジャイが邪魔、この全てのジャイですね。キョスケ、ロイジャイ、ゴブジャイ、どれもちょっと邪魔なんですけども、気合でやっていこう。あー魔術オールウェガだ。そうバルキリーとかが入ってんのかな。いやーでもいい受けだな。お、これでもたまたま、いけ、腕。これさ、結構流れが良くて、なぜならボムも壊せて、スパーキー打てる。違う、そっちやない。いやー、渋。相手は、普通にマジアチャのゴブドリですね。ゴリゴリのゴブドリでしたね。まあ、これは、まあ、少々ダメージ受けるけど、少々なので許せます。で、マジアチャスケとかで、もうこの辺美味しくいかれるんで、まあステイからの、これでも形組めば全然あるな、ガチで。多分普通に相手のユーノの受けとかが僕ないんで受けれないんですけども、ここをもう無視ですね。はい、いやこれもう無理ですね。はい、無視という名の許容の 2-1 で勝ちます。でゴブドリをエリポンに投げたい、許さない、スパーキー。よしよし。いや、形組んで、ライトニングぶっ刺すればだけど、まあ、スケとかがあるからね、結構嫌だよね、俺からしたら。さあ、まあ、キョスケ、スパーキー行ってからの考えよ。あ、でも、キョスケがちょっと強い。いやー、キョスケが届いてるのは熱いんだよね。なんか知らんけど、キョスケ届いてる。いや、しかも、見て、この、気づけば、エリアドパーティーでもある。さあ、からの、真ん中ボム。こんなんもライト打ってあげてね。んや、いい、来た、いける。さあ、決まってく。これです。これがやりたかった。さあ、まあ、ロケットかライトニングとかは、もう絶対どっちかやれないんだけど、どっちか刺さればいいや、のね。2丁持ちですよ。もう2個。20問持ってる。さあ、ナイス。いや、ぶっちゃけ1勝できればなと思ってたんですけど、全勝していきましょうか。だから上から降ってくるのに見た今の。エリポン、スパーキー、エリババ、ゴブじゃんみたいな。一つの場所に。見たことなかった。さあ、よろしく。まあ、冷静にエリポン置いていきたいな。で、ライトニングもさ、エフェクト追加によって、シバライトニングのカード回し戦法ももう使えなくなっちゃったんでね。いやーどうしよう。ガチで暇だな。あんま自分から動きたくないよね。動けないよね。どうしよう。さすがにシバライトニングバレるな。エフェクトあるのにバレなかったら、だってもう相手目ついてねえんじゃねえかってなっちゃうもんな。いやーのんきだなあいつ。どうする、端前リバまで奇襲は、あれダメなんですよ。僕守れるカードマジエリババぐらいしかないんで、エリババとスパーキーか。まあまあ回して、いやーゴリゴリ遅延スケラーというか、遅延スケラーやないかい。いやーまあ耐えっすね。まだ耐え、なんなら避けれる。いやー、これは全然悪くないんだけど、これやべえ。マイティだっけこいつ、めっちゃ強いやん俺のデッキに対して。ガチでやばい。いやーこの端前ビビは助かる。この端前ビビはハテナですね。でマイティ、いやーわかんねえな、なんか変なバルーンデッキ引いた。
で、まあ、ディガーはなさそうの、後ろリポン。おー、ライトニングワンのね。ライトニングか。まあ、全然悪くはないか。ケツスパからの、もう、奇跡起こすしかね、勝てないっすよ、こんなデッキ。革命起こします。ゴブジェイからの、ロイカ。おー、え、ラブだったの？あー、ザップ使ってくる。え、めっちゃ良くね、俺。いやワンチャン頑張れそう。いやー、スパーキーのエイムが。待って、ソラユニットね。やべ、ソラユニットねえなんてことある。でも相手もねえんだ。熱。いや、まあ、守れないけど、ロケだけ打っとく。いや、いい。なんならダメージリードすごい。いや、からの。ケツゴブジェ。いや、待って、これ真ん中ラバ来るな。いや、これベビーを釣る。いや、めっちゃ広い。いや、めっちゃいい、それ相手。一発。いや、待てよ。マイティこれ潜ってくんな、絶対あれ。あのマイティ潜ってくるぞ、絶対。俺見てるからな、お前。お前をずっと見てるからな、俺。いや、潜ってこない。待って、特殊な野郎来た。やばい。潜ってこないタイプは、やばい。もう、掘りすぎ。掘りすぎ。掘れや。マイティ、掘らないタイプの人あんた。あー、これもったいないな、これ絶対。真ん中にエリババで釣って、わー、マジでなんで掘らんの？え、マイティって掘るよね？え、俺がおかしい？あー、マジかよ。掘らないタイプのマイティね。なるほどね。なるほどね。あー、そういうことか。今勝てたな、これ。ラバルに相性良さそうだったな、今。相性いいわ、嘘。マジか。掘らないタイプのマイティ使いがいるんだね。びっくりした、今。めちゃくちゃ冷静だったか、めちゃくちゃ冷静じゃなくてボタンを押すことすら脳になかったの二択でしたね、今。うわ、もったいねー。絶対勝てたやん、今の。ガチで勝てたやん。勝ち確だったやん。さっそこともあります。よいしょ。まあ、エリババで耐えて、結局このデッキはもうね、終盤。あー、マジでスキキンやべんだよ。もうロキ打ちてくれ、スキキンやばいんですよ、このデッキ。あ、強っ。もう一発？まあ許容のジャイスケキンか。もうスキャラとか来たらこれどうしようも泣いちゃうな。まあどっからでもスキャラなんだけどね。まあ一旦エリポン置くか。うわー、なんだこれ。テスラ来ちゃったよ、エリポン。呪文が、あー、まあバルーンか。なんかこういうデッキ多いっすね。いやー、バカには巻き込まれんだなー。うん、まあいいや。そういうこともあるわ。うん。許容だ、許容。許容と言い聞かしてな。消えでやってくね。まあ、これでももう熱いよね。エリポン立ってからのさ、スパーキージャイジャイキョスケ。君止めれる？君の防衛を図らせてもらおうか。君の防衛テクニック。どんなもんか。見せてくれよ。お、撃て。やばい。エレキダメ。あ、めっちゃうめえやん。あ、いやでもここで攻めるが勝ち。キレ、熱い。いやー、なんとも言えねえな、ダメージ。バルーン来ないかな。まあ、エリポン置いて、エリポン置きとくっすね。あれだってジャイバルでしょ？もう一生スパーキーとさ、ロケ出してたら勝てそうじゃない？本当に？やばい。10秒。おー、危ねえ、耐えた。マジで耐えた。
お願い、お願い、イヤサップで落ちるなんてことやめて、マジやめて、マジワンチャンね。ガチでワンチャンね。ガチでワンチャンね。俺のワンチャンを潰すんじゃない、マジワンチャンね。おろろ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 、これ絶対どっち帰るやろ。来たー、うぅー、危ねー、奇跡みたいな。最後だってもうバルーンがもうワンね、ワンうんこしたら終わってたもん。あーつい、やだ、マジでこれ勝つならさっきの負けたらマジで悔しいな、ラバね。いやー、ロケットあるかな、あとゴブジャイの背中よ。結局ゴブジャイの背中がねめっちゃ強いの。ゴブジャイの背中でなんだろうな、スケラとか、もうスケラもだし、コウモリもだし、対空もだし、もう小物系全般だよね。全部この背中でやってもらうから、いや、この背中ガチ大事なんだよね。さあ、ちょっともったいない。結構ヤンチーなロケしたな、これ。間違いなくいらなかったな。これやばいよ、俺。大ピンチが来る。まだこれは、しっかり、カウンターになるように、ダメージ受けていいので、よし。ドリラーか。ドリラーはね、いや、まじ、今の環境めっちゃ強いんだよね。どうやって出てくる？スケか。スケ型のね。で、ユキかトルネかのドリルっすね。今いくつ？まあ、許す。そんぐらい許すで。いやー、美味しい。で、まあ、間違いなくエレキマジアチャーのテンプレだと思うんで、まあ、トルネかユキかがわかんないぐらいかな。まあ、スケあるんでな、ユキの方が可能性高いけど。いや、これマジアチャーよ。このマジアチャーがきついねんな。エレキもあるからな。エレキを潰すエリババとかここで出せると、あでもなんか飛ば散ってくな、あれ。おタワーに熱々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 で、これもエレキでいかるな、仕方ないんで。ゆっくりね、背中でゆっくり背中で受けてやってくれや。うんうん、いやー、これマジでさ渋いけど、結局ここで溶かされるし、撃っちゃった。撃っちゃったけど、やばかったかな。ユニットが欲しいね、ユニットが。おいら、ユニットが欲しいね。いや、粘れる、粘れる。絶対粘れる。ケツスパー。マジ、粘れば俺勝ちだからな、こんな。いやー、逆サイ、いい攻めだな、それ。いやー、マジでこんなん、強だな。何を言うか。ロイだな。だって、ゴブジャイよりはロイ。で、ライトニング構える。めっちゃいい。で、スパーキーが？そっちじゃねー。やばい。やばい。許容か、これ。わ、やった？痛い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 。いや、待って、ロケット圏内じゃない。いや、これは、男なら行くべき。いや、待って、めっちゃ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 いい。めっちゃいい、ゴブジャイ。いいね。来ました。最低ね。そんな攻めてたら守れないよ。ね、うちのジャイなんてあると思ってんの。いや、つい4勝いいな。よく勝ってる方じゃない。スパイシー、なんかさっきもこんな名前じゃなかった。スパイシーチーム。よろしく。いや、いいな。おー、同じだね。今んとこ。今んとこミラー対決の可能性はあんな。8枚のうちの1枚一緒だからね。拍手を振られてきちゃった。ローゲット打っただけで。おー。君もなかなかの重量級縛りやってんね。スパーキー合わせて、ドイツマジで誰でもいいわ、これ。キョスケロイジェゴブジャイ。マジで誰でもいいけど、まあ、序盤なんでカウンターをもらいにくいキョスケですね。行ってこい行ってこい行ってこい。エレキだけは勘弁して。あー、マジで。マジで、コウモリやばい。本当にやばい。背中で見せてやる。いやー、やばい。特栄チモーターよ。やばいって。頑張れ。お、めっちゃ頑張ってる、めっちゃ頑張ってる。
いやー、コストがねえんだよ。相手スパーキー回るの早っ。スパーキー回るの早っ。いやー、これちょっと男のリポン貸してください。いやー、これ無理なんですよ。そう、こうなるんで、ここで落ち着いてね、コウモリ来ないでって言いながら、来たらマジで語れない俺。コウモリにロケット打たんといけんかんな。いやでもこれは結構熱い状況なんですよ。なぜならどっちかは絶対刺さるから。いやー、ザップ欲しいな。マジでコウモリライトニングっつ男すぎ。コウモリにライトって、コウモリにライトニングって聞いたことねえな。いや流れめっちゃいいわ。でも勝ったやんこんなね。ロケットだけ早く欲しい。やばい早く、やばいやばい、漏れるこいつ、やばい、マジで漏れる。あぶんね、あぶんね、怖すぎる。コウモリだろ、コウモリが来んのか。いやコウモリはまだ来ない。いやこれはもうコウモリ、うん、いけ、背中で語れ。コウモリを倒せるのは君しかいない。からのディーン。あ、ザップ使ってる、使ってもなんもないんだけどね。わあ、でも渋いな、小物えぐいわ。マジでえぐいわ。やばい、おマジで、え、これターネットったら俺勝った。あれあれ、もしかしてだけど、もしかしてだけど、そりゃ煽られるよね、そりゃそうだよね、そりゃ煽るよね、そりゃそうだ、間違いない。まあそこでもあるわ。いやースケルトン部隊か、背中で語るしかねえな。いやマジスケルトン部隊やばい、スケルトン部隊本当にやばい。どうにもできない。ちょっと待って、今のはもう屈辱よ。あんなんで負けるとかありえねえもん、普段だったら勝ち格の。いやー背中で語るしかできないんだよね。えぐいって、ちょっと待ってくれよ。でもインフェはちょっとね助かるかもな。だってインフェ突破したらもうロイジェぶっ刺さりやん言うて。うわー、ちょっと今の負けんの屈辱的だな。ホレイ付きしかも結構来るな。一夜どう。さあまあ冷静に、だからもうゴブジャイを雑に冴えたらダメっていうのが今ので学びです。ゴブジャイ世界一大事にいこう。あー、こんなん許容っすよ、まあ、許容というなら無視。結局ね、クラロワって無視が一番強い。縦線とか出してんだろどうせ。ほら出してみる。おれおれおれ、いけ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 えぐ、気持ちよくねえなでも。あー、気をつけてリボンが、ね、溜まったらしいわ。それこんだけ使うたらなるわ。よし、おープロプレイヤー来た。プロ100って書いてるわ。本物だ、モノ本。さあリボン来た。それまでは見学。マジゴブジャイされた瞬間にスケブにね、もうボコボコにされるの分かったからな。スパーキー強いねこのデッキだと。縦ポンか、ドリルっすね。うわドリル渋い。ウォールブレイカーで毎回全無視か、全無視かな。もういやよくやった。でまあここのドリルは受けるけど、この逆はもうね無理ですね。でこれはもう冷静にリポン。でまあリポンに多分ファイボー打ってくる、打ってくる、打ってくんのや。うん、これ勝てないな。これでこれ見てください、ここであのハイスピからのドリルウォールブレイカーとか来るんですよ。無理じゃない。
いや、来なかったのマジで救いなんだけど、無理じゃない。何も守れねえ。で、インフェ持ち。ロイも通らん。どうする？回転早め。いやー、ここでもオールブレイカー釣りか？縦線。渋いって。いやー、エリバブ後ろに帰る。いやー、お前ら優秀やんけ。めっちゃいいやつら。問題は、俺の攻めが刺さらん。縦線。縦線ボンバー、ファイスピリブ。なるほどね。なるほどね。君、なかなか硬いね。これ、ライトニングボーイだったかな？いや、ライトニングボーイだったかなって考えても違うんだ。男は黙って、リポン。男はリポンやね。いやー、マジでやばい。いや、でもこれ勝ったらね、最高だと思うのよ。で、勝ち筋はやっぱね、11にしなきゃいけない。一本ね、ねじ伏せるしかないんだよ。いやー、歩いてほしい、キョスケ。あそこまで。うわー、痛い、それ。いやー、マジでありそう、でも。縦線バルキリー5を、いやー、いい受けだな。いい受けだけど、ゴブジャイが頑張ってる。いやー、でも助けてほしい。誰か俺に防衛方法を教えてくれ、こっからの。やめて、真ん中オールベーカー来る。やめて、何もできん。いや、スパキ打て、いいよ。打て、熱、マジだろ、マジ。いやー、インフェをしばきながらの、ワンチャン？なんか、これぐらいゴリゴリいってもいい気がしたな、今。いやー、これさ、もう相手に攻められたら負けです。もう、負けです。防衛ライトしかないです。あ、やめて。待って。あ、今ワンチャンなんかね、守れちゃったと思ったら、俺のスパーキーも綺麗に縦線で処されてました。頑張った、頑張りました。僕もう無理です。さあ、5勝でした。じゃあ皆さんも6コスでね、5勝より上待ってますということで、またね、こういったね、何コス芝居とかもやるので、ぜひね、チャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いします。ではお疲れ様でした。またねー。